ブルーウィング門司は歩行者専用の羽橋で、門司港の新浜地区と西海岸地区の回遊性を高めるために設けられたものです。門司港レトロの見どころの一つとなっています。ブルーウィング門司は橋の中央近くで分かれて双方に跳ね上がる跳開式可動橋の歩道橋で、長さは約108メートル。南側が親橋、北側が小橋と呼ばれ、親橋はワイヤーウィンチ式で約70トンの重さを引き上げます。小橋は油圧シリンダーにより、橋の下から約20トンを押し上げて開閉します。開閉の前にはアナウンスがあるので、その声が聞こえたらもうすぐということがわかります。開閉は10時から16時20分までの間に1時間に1回のタイミングで行われます。開閉の間には不思議な音楽が流れます。あなたも一度幸せの青い翼を渡ってみてください。